奥山武史祭司は東京都八丈町出身のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。2019年5月1日に結婚。八条島で酒造会社を営む家に生まれた。小学5年生になった2002年、島に赴任してきたコーチの影響もあり、柏レイソル株組織のセレクションに応募して合格。翌年母親と共に島を離れ、柏市内へ移り住んだ。 中学3年時の2005年には、チームのヨーロッパ遠征で訪れた、ベルダーブレーメンユースへの入団を目指したが、ブレーメンの日本人学校並行によって、実現しなかった。同年の日本クラブユースサッカー選手権大会では3位に入ったが、エコノミークラス昇降群発症等のコンディション悪化もあって、柏ユース昇格は見送られた。柏ユース昇格見送りの後、 アルビレックス新潟ユースのセレクションに合格して入団。2008年には西登録選手となり、翌2009年のトップチームのキャンプへ帯同した。2010年にトップチームへ昇格。八丈島出身として初の J リーガーとなった。同年1月10日には、島内のリゾート施設で、新潟とのプロ契約調印式が公開で行われ、その出席者150人によって、 講演会も発足した。その席には、同地で自主トレーニング中だった日本代表の長友友とも駆けつけ、奥山を激励した。しかしトップチームでは一試合の出場機会も与えられず、翌2011年にアルビレックス新潟、シンガポールへレンタルで放出された。2年間のシンガポール生活を経て2013年に新潟へ復帰するも出場機会はなく、 シーズン終了後の2014年1月15日に、対談が発表された2014年5月27日、ミャンマーリーグのサザンミャンマーへの移籍が発表された。少年部祭祀物語、風雲編、ヤ田部圭一、南海タイムス社、2010年4月16日。少年部祭祀物語、立種編、ヤ田部圭一、南海タイムス社、2010年5月14日。 AB 南海タイムス2010年1月15日付記事、奥山武史最子選手の契約について、アルビレックス新潟、2014年1月15日遺跡リスト第14から21号2014年5月27日、JFA、2014年5月27日、ありがとうございます。